ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、シャオミの Redmi Note 4X をご紹介します。Redmi Note 4X は、以前ご紹介した Redmi Note 4の兄弟モデルになります。まず、Redmi Note 4X のスペックを紹介すると、CPU は Qualcomm の Snapdragon 625、RAM が 3GB で、ROM が 32GB、ディスプレイは 5.5 インチで、解像度は 1920×1080 ドット。カメラは背面のメインカメラが1300万画素。前面のインカメラが500万画素になります。バッテリーは 4100mAh で、OS は Android 6.0 となります。今回ご紹介した Redmi Note 4X と Redmi Note 4との違いとしては、CPU で 4X が Snapdragon 625を搭載しているのに対し、4の方は MediaTek の Helio X20 を搭載しています。AnTuTu のベンチマーク的には Snapdragon 625の方が約6万点。一方の Helio X20 の方が約8万点ということですので、ベンチマークの結果としては Redmi Note 4の方が優れてはいるんですが、一般にゲームなどは Snapdragon の方がパフォーマンスを発揮しやすいと言われています。ですので、使うアプリによっては Snapdragon 625を搭載したRedmi Note 4X の方が快適にプレイできるという場合はあると思います。なお、価格としては現在の Amazon の販売価格で Redmi Note 4X の方が約2万3000円。一方の Redmi Note 4の方が約2万5000円と 4X の方が少し安くなっています。ベンチマークの結果は劣るものの CPU が Snapdragon でアプリとの相性問題もあまりないということで個人的におすすめなのは Redmi Note 4X の方です。なお、この動画の概要欄の方に Redmi Note 4X と Redmi Note 4の販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペックや実際に購入された方々の口コミを知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。